最後は左のパンチだけで通した日本ランカー佐野、その距離というのが井上は出てきたが左を引ける、ただ左の5回下口。Kung kayo ay nagmamay-ari ng XTZ125, KLX, CRF150L, CRF250L, XR150, XR200 at marami pang mga enduro models, just visit J Moto Parts and Accessories on Shopee and Facebook page. Welcome back sa ating channel mga Lods, maraming salamat sa inyong suporta. Noong August 25, 2013, nagkaharap si Nanaoya Inoue at ang mas eksperyensadong kapwa niya hapon na si Ryochi Taguchi. Bilang challenger ay todo ensayo si Inoue para makamit niya ang Japanese Light Flyweight title. Ito ang kanyang kauna-unahang title fight. Si Ryochi Taguchi ay may bitbit na kartadang 18 panalo, 2 talo at 1 tabla. Samantalang ito pala ang pang-apat na laban ni Naoya Inoue bilang isang professional. Bakbakan na agad mga Lods! もっと楽に行こうぜっていう言葉を7、8回声かけました、はい、ちょっとこの辺りもさ距離を詰めて前に出ていく赤いグローブのタッチです、うん、今離れ際を狙っている最大のタッチだ、そしてこの辺りのタッチが少し下がります、あー強烈ですよね、うまいですね、左の下がりました、最後は左のタッチだけで当時の日本ランカー佐野を破りました、チャンピオン積極的に行ってさあミノック26歳、ようやく掴んだその伝統を離さずに赤いグローブの田口、当たりというのが非常に田口にとっては厄介かもしれません、ただそこから田口は反応が迫れてます、最低井上さあペースを掴むか、ワンツー、そしてガードが出てきた、よく見てますね、見てますか、ね、ライトフライ級タイトルマッチ、はい、というところで井上はアップしてそんな感じでしょうか、そうですね、結構
意識して、はい、すればこういうガードですよね、意識しながら今戦っている状態です。一方不直なまで2枚手というその田口、福永さん、ただやり方変えてくるかもしれませんよ。上野のストレート、ああいうあの何もなんですよね、はい、頭パンチを返す、パンチを返す、ここトライ、フィニッシュを繋げるか、田口は届かない、田口は行かない、井上も前に出る、田口も前に出る、攻めている井上尚弥、アンパーから前に出る、左の突き、前に出ます、右のボディ、とんでもないパンチが飛んでいる、ボディが出てます、出てます、さあ田口はただそれでも行かない。第7ラウンドが始まりました。一方の井上はこの試合過去の世界ランク入り、世界に並ぶ戦いを果たします。さあ足を止めたら試合になるか、左一転、井上を痛い、ただ田口が井上を勝てば世界に並ぶのは両者ともに、先にパンチを出す井上、一発を返していく田口、狙ってますか、はい、はい、あ井上の左パスというのは井上の方が増えてきたか、さあ田口はボディというのは初めて見ましたが、そうですね、アルトはやっぱり打ち返しますね、あそうですね、さあここもパンチをまとめる、井上がパンチをまとめる、さあ追い詰めるか、バランスがいいですね、バランス追いかけていく、さあしかしアッパーで相手の動きを封じようという田口、パンチをかわして日本ライトフライ級タイトルマッチは8ラウンドに入りました、まあはい、大きなポイント差にはもしかすると立ってない可能性はありますよね。さあ左、井上選手の方が的確にパンチをしっかり当てて、今の左の上に入りました。26歳の田口と20歳の井上、すごいところですよ、4歳の日本タイトルができるっていう実力ですよね、はい、井上選手のやっぱこのセンスの良さと実力ってところはやっぱすごいですね。あとこのプロデビュー4戦で日本タイトル獲得は平中明人さん、そして辰吉丈一郎さん、その2人しかいません。しかもその2人は4戦連続 KO で日本タイトルを獲得しました。井上もそれに続けるか、そうはさせないという王者の意地、田口か、さあここはしかし井上だ、井上の勝利、相当きついはずですね、スピードがだいぶ落ちてますから、はい、あそうですか、ただ今も一度フックはしっかりと見切っていきました、井上尚弥、アマチュアでもノーコースということで今度も声をかけましたね、そうですか、2回目のチャンスでこのベルトを手にして、あ今日が初防衛戦、今までで一番強い相手と話すその井上を田口を迎えています。さあここで倒しに来ようという田口、それを上回っていけるか、チャレンジャー井上、あここは田口のパンチが出る、さあ井上もパンチを返すか、井上は動こうとしたんですけど、はい、そうさせなかったですね、今田口が打ち合いの事故なんですね、今これが日本チャンピオン、これが田口です、3KO、 井上のその連勝記録と連続ノックアウト記録は続くのかどうか、4戦目のその年に第9ラウンドは半分経過、ラジオさん、はい、ここから井上尚弥に大事になってくるポイントはどういうところでしょうか、やっぱり、ポイントというかやっぱり見せることですよね、はい、見せてほしいです、相手に圧倒して勝ったその姿に惚れました、あのボクシングの技術でその手
を20歳の井上が演じています。さあ井上が前に出る、ジャンガー、ジャンガーさえいる、見せますね。ファイナルラウンドも半分経過、井上のパンチが続く。田口は一発出せるか。ワンポイントだと井上リードしてると思うんですけど、最後まで倒しに行く設定はさすがですね。98-92以上3対0のユナニマスミッションを出して、勝者日本ライトフライ級。